やば、紹介したいカードが多すぎて間に合わん。はい、おはようございます。こんにちは、こんばんは、コロムシでございます。当チャンネルはポケカ高騰に関わる配信をしております。ご興味ある方はチャンネル登録、グッドボタン、ぜひお願いいたしますね。さて、今回の配信なんですが、本当に思います。ポケモンカードが大好きな方々、入手してほしいカードが増えてきちゃってるんですよね。不思議な話ですよね、下落中なのに。ちゃんと見ておかないと、気づいた頃には状況が変わってる可能性を感じます。そのため、ここ最近の配信はそれを匂わせるカード紹介となっておりますね。さて、今回も超おすすめでございます。一発目はこちら、ピカチュウ&ゼクロム GX のスペシャルアートでございます。5年半前となりますね、2018年12月7日発売、タッグボルト収録のスペシャルアートですね。ちなみに未開封ボックスは現在10万円で取引されております。タッグボルトやはり高いですね。さて、ピカゼクはタッグチーム関係のスペシャルアートの中で価格で見ても戦闘集団に属しており、以前ラティラティの紹介でもお伝えしておりますが、タッグボルトはスペシャルアート第1号の特別パックでございます。ですからこのピカゼクも、スペシャルアート初段カードと言っておかしくないかと思います。まあそれだけ聞いても素晴らしいカードなんですが、トレチャさんのグラフで現在を確認してみましょう。はい、現在8万3000円でございます。やはりね、下落中の今でも高額ですよね。年間最高額は216,000円、高っ。フルアヘッドさんが12万8000円で出品しておりますが、これが備品価格のようでして、在庫はたった1枚しかございませんでした。買取表やオリパーでもよく目にするカードの1枚でしたが、備品在庫は大変まずい状況のようですよね。もちろんね、このゼクロムの強さっていうのもあるんですけども、やはり要因となっているのはピカチュウでしょうね。こちら、大変おすすめのスペシャルアートではございますが、こちらもご覧ください。同じタッグボルトに収録されていた通常 SR なんですが、実はこれも同じくらいおすすめでございます。こちらトレチャさん見てみますと、4600円ですよ。逆に安って感じですよね。年間最高額で見ても1万800円です。スペシャルアートに比べこんなもんかと思ってしまいますが、こんなもんなんですね。スペシャルアートが存在するカードの通常 SR はなぜか安く見られがちなんです。やっぱり注目が SA に持ってかれちゃうからなんですかね。まあしかし、先ほどお伝えした通り、スペシャルアートとこの通常 SR、コロムシからは同じくらいおすすめしたいカードなんです。その理由なんですが、ピカチュウっていうキャラクターはポケモンの看板ですよね。これは数年前のデータですが、全世界でのポケモン人気ランキングでは堂々の1位。そしてその人気はピカチュウで 22% を占めてしまうという驚異的な数字を目にしたことがあります。それくらい超がつく大人気キャラなんですね。ポケモンカードでもピカチュウはかなりの種類が収録されてきました。正式にね、数えたことはありません。もうものすごい量なんで、全てのピカチュウカードを含めればおそらく一番カード化されているキャラクターなんじゃないかなと肌で感じております。まあね、ここまでのことは多くの方々がご存知の話ですよね。または予想できる話だと思います。おすすめしている理由はもう一歩奥の話です。皆さんはご存知でしたでしょうか。ポケカの中でおそらく一番の出演率を誇るであろうピカチュウ、SR が極端に少ないんです。ぜひご自分でを調べてみてください。びっくりしますから、本当に。コロムシだってこれに気づいた時軽く震えましたからね。市販パックから排出されるピカチュウ SR って今まで出てきたピカチュウの数からすればもうほぼないに近いんですよ。それくらいの少なさなんですよ。ご存知でしたか？これがおすすめする最大の理由です。ピカチュウというよりピカチュウの SR が貴重になるかもしれないという話なんですね。UR やプロモカード、それから CSR とかね、もちろん AR も抜き、ノーマルやミラー、色違いも抜き、それからスタートデッキ100に入っていたピカチュウも正式に言うと SR ではないので抜き。というようにどんどん消去していきますと、まず、仰天のボルテッカー収録のピカチュウ、と拡張パック20周年アニバーサリーという市販パックに収録されていたピカチュウ、あとは今ご覧いただいたタッグボルトの通常 SR とスペシャルアートの SR、 なんとこれだけなんですよ。やばくないですかこれ。万が一これ以外にあったらコメントで教えてください。コロムシもたまに間違えることありますからね。ですが仮にですよ、他の SR が、存在したとしても、それでもこの数ですよ、少なすぎませんか。ピカチュウにはカードでしょっちゅう会っているイメージなのに、
こんなにないのって思います、本当に。そしてさらに最近のコロムシの流行りといえば、そうです、 HR です。なんとたったの2種類しかありません。本当かよって思ってしまいますよね。まず SR と同様、仰天のボロテッカー収録のこちら、ピカチュウ VMAX の HR、 ちなみに現在は24,000円しますね。 HR の中ではかなり高額、さすがピカチュウといったところでしょう。年間最高額も54,000円までいった市販の HR なんですね。そしてもう一枚は、そうです、タックボルトなんですね。ピカゼク GX の HR でございます。現在を見るとというか枯れちゃってますね。1月6日の7900円を最後に姿を消しました。これもね、超おすすめだったんですけどね、市場にないなら話になりませんね。ですが、まあ、このトリチャさんのデータはオンライン販売が反映されているものなので、店頭に行けばもしかしたらいくつかあったりするかもしれませんね。 HR って復活しない限りもうこれ以上ありませんかからね、もうこれしかないと考えた方がいいですよね。はい、いかがでしたでしょうか。ただでさえ、ピカチュウってだけで人気があって大変なのに、このように見方を変えるとですね、貴重になるかもしれない要因が見えてきますよね。まあ紹介理由はこれなんですよね。ですので、ピカチュウが映った SR もしくは HR を見つけましたらですね、もうすぐ購入してほしいですね。それぐらい注目の超おすすめカードでございます。はい、だいぶ熱を込めて話しちゃいましたね。次はちょっと軽めに軽めに、サポート行きましょう。こちらです、メイ SR でございます。もうすぐ丸5年が経ちます。2019年8月2日発売、ドリームリーグに収録されていた人気キャラメイちゃんです。ちなみに未開封ボックスは現在8万円で取引されております。まあこの年代パックではかなり高額でございますね。ではトリチャさんのグラフを確認してみましょう。はい、現在8万6千円でございます。下落中の今でも、しっかり高い感じがあります。年間最高額は239,000円、なかなか高いですね。年間最高額から 35% まで落ちました。半額どころか大きく落としたことになります。ですが、逆の言い方をしますと、24万もしていたカードなんです。侮れませんねこれは。さて、紹介に至った理由ですが、まずね、最近気になってたんですよね。 X で各ショップさんが買取表とか強化買取とかポストされますよね。たまたまなのかもしれないのですが、周りのカードは比較的平行線の中1000円ずつとか本当にわずかずつ上がっているのを目にしまして、あれ？また上がった？3日前よりまた上がったの繰り返しがね、近頃続いたんですよ。それがきっかけなんですね。グラフも直近に変更しますとちょっと上がってますよね。ちなみに右見てください、あのカードラッシュさんの 79,800 円、これが備品価格でした。在庫数は21枚ありましたね。買取表の価格の変化、そして販売額の状況、そして市場の残数が一致してないんですよね。この違和感が大変気になりました。コロムシはその買取表が少しずつ上がってるなーっていう、その変化をきっかけにこれ話してるんですけど、販売額自体はそれほど変わっておらず、そして市場の残数もしっかり残ってるっていう、こういうとこですね。これが一致してない感じがするんですよ。こういうあのバランスや価格の乱れが現れるとき、コロムシの経験から言うと変動の兆候なんですよね。もしかしたらこの後在庫がなくなり出したりとか、価格が少しずつ、もしくはポンとベース価格が変わるのかもしれません。まあそう感じたので紹介に至ったんですね。価格レベルとグラフ形状がよく似たカードが実はおります。こちら、シールドマリーなんです。高騰時期の価格、それから下落の仕方、そして現在の価格推移がよく似ております。メイのドリームリーグ発売から4ヶ月後にシールドっていうパックが発売されてますので、まあスタートもよく似てるんですね。がコルムシはこのメイがね、シールドマリーを抜いちゃうんじゃないかなって考えております。なぜそう思うか、メイの価格を引き上げる要因、それはドリームリーグという特別パックが引き上げると考えております。ドリームリーグがなぜ特別なのかは以前の配信でもお伝えしておりますので、こちら、ご覧になってみてくださいね。同年代の未開封ボックスと比べて頭2つくらい飛び抜けた価格で取引されているドリームリーグです。ここに収録されているカードは全体的に引き上げられると考えております。それがおすすめ理由ですね。まあメイというキャラクターもかなり人気がありますので、キャラとしてもポテンシャルはあると考えてますけどね。はい、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。以前ねあったあの高騰は
まあ、転売や釣り上げ、投資なども影響した高騰でありましたが、今回はですね、多くの通常ユーザーさん、コレクターさんも含めてね、そんな方々による、購買で起きる市場カードの激減が原因のように思えます。数の少なさは希少性を招き、自然と価値がついていきます。カードゲームとして好調であれば、プレイヤーやユーザー数は今後も伸びていきます。しかし、過去カードが増えることはありません。そのようなサイクルから生まれる高騰がこの後起きる可能性をコロムシは感じております。まあ、要は無理のない普通に起きる高騰なんですよね。これはもうポケカだけの話ではありませんよ。なぜね、見た目では高額に思えない骨董品や絵画などとんでもない価格がついたりするんだと考えますか？デニムあるじゃないですか。戦時前のものはなぜ何十万も何百万もするんでしょうかね。他にも限定品やシリアルナンバー入りの商品ってなぜプレネで取引されるんでしょうか。需要と供給のバランスが崩れる幅が大きければ大きいほど価値がついていく。これは一般的な普通の話でございます。無理に釣り上げなくても自然と高騰しちゃうんじゃないかと思えるくらいポケカは今盛り上がってきている、そう思っておりますが、コロムシの勝手な見解なんですよね。正解を述べている配信ではないことをお忘れなく。本日はここまで。また次の配信でお会いしましょう。それでは皆さん、バイバイ。